ルで配信したとは思うんですけど、それが最後の配信かな。今年になってこれが最初の配信ですかね、多分。うんですね。明けましておめでとうございますって、もうね、もうだいぶ経ったからこれ言えないんですよねでも配信ではね、ショールームでは今年の初ですね。よろしくお願いします。改めてカラコン撮ってないからカラコンの目してる。今日のはグレーですね。グレー系の色をつけています。もうそう、てか今年に入ってもう1週間経ってんだよね。1週間以上経ってるってことだ。8日ですよ今日。知ってました気づいたらね、もうそんな経ってますね。怖いですよね。いやだからね、やっぱ休みだとね本当に良くない。今日みたいな日はなんかこう やったなって感じの達成感を感じるんですよ、もう一日に。うん、からそうだね、めちゃくちゃね達成感。大丸さんの写真ね、ああそう、連日大盛況なんですか買えませんでしたって。そうなんだよね、まだやってるんですかね。ねえ、やってるんでしょうか、わからないんですけれども。明日まで？マジ？じゃあ行こうかなちょっと時間無理だな。あ、行けるかな、無理か。何時から開くの明日までです。明日最終日なんだ。え、何時から？10時から開くのか。わあ、朝5時にいないといけないの？え？無理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 早々に諦めますね。え、無理だよ朝5時？もう出ないとじゃん、じゃないけど。わあ、マジでそんな感じなんだ。それは寒いね、みんな。そうなんだ。ねえ、そっか。確かに差し入れしたいですね。そんな状況なの？うん、そっか。でも可愛いもんね、生写真の。めっちゃ可愛いんです、デザインが。うん。めっちゃ可愛い。うん。そう、風邪ひかないでねって本当に思う。でも寒い、もうキンキン。私の手がキンキンなんですよ、珍しく。結構ポカポカなんですけど、私の手って結構あったかめなんですけど、そんな私がキンキンに冷えてるってことは結構寒いですね。昨日からすごく寒くないですか。昨日名古屋に行ったんですけど、一瞬名古屋もすごい寒くってびっくりしました。寒いのよ、うん、全体的に世界が寒い。うん、寒い。暖房つけない、つけない。乾燥で、私がね乾燥してもう何ひび入っちゃうから私にひびが入らないためには暖房つけられないのよ。床ぐらいはつけようかな。そう、いつもね、あ、加湿器ね、あ、加湿器買わなきゃやばすぎ。もうそろそろ加湿しなくてもいいかもしれないってくらい。でもまだ寒いよね。3月まで寒いんじゃないの、要は。どうだっけ。うん、ような、うん、
そうそう、え、クマが来てる、そう、辰年だ、辰年のクマが来てる、クマ、クマじゃなくて辰辰年、私辰年だよ、だからいい一年になるんじゃないかと思っています。地道な走り屋、トマークなるちゃん次期総監督、全力で応援します、ありがとうございます。そうですね、そのことに関しましてもナルタオで触れたにしても、個人的には確かにこうやってみんなんだろうな、ショールームのことこう内々だと思ってるんですけど、内々で話すのはなかなか、まあでもあの大阪のファンミーティングの時とかにね、何人かこうその件についてっていう話をしたりもあったんですけどね、そうなんですよね、うちうち、そうなんですよ、まだ全然実感がなくって、実感がないんですけど、実感がないですね、そうなんですよね、でもなん、え、本当に実感持ってよって自分に思いますもんね、もうちょっと実感持った方がいいなってぐらい、まあでもそう、まだ3月まであるからっていうのももしかしたらどこかにあるのかもしれないけど、ちょっと時間がまだあるからって思うんですけど、うん、そう、でもまあちょっと前から、発表する前から私は分かってた部分もあって、だからもう自分がそう、なんだろう、引き受けたからにはっていうかってなってからはもう本当に温さんのことをよく 見るようになったっていうか、うん、っていうのはあるんですけど、うん、ね、いざならないと分かんなそうなので、なったらなったでまた言いますね、なりましたってそう、でもなんかこう年末というかもうね、いろいろな、やっとこう1年が終わってこう閉まるねっていう、こうなんだろう、バタバタした時期が終わってっていうタイミングで発表だったから、なんかすごい自分の中ではすごい、なんだろう、急にこう大きな話みたいな感じ、なんだろうな、整理してない感じというか、整理整頓できてないというか、なんかやばいやばいやばいっていう状況になっちゃったから、前日にすごい熱出すっていう、もういつものパターンになっちゃったんですけど、多分それもあってなのか分かんないけど、そう、すごく緊張しましたね、うん、ね、おみそかね、おみそかにね、だからそれが終わんない、でも逆に言うとこう大晦日終わって、お正月新年はもうゆっくりだと思って、そこまでかってすごい思ってたから、気が気ではない、あのあのでもあの何ですか、年末の大晦日公演でしたね、本当に、はいね、まあいろ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 まだ分からない部分が多いので、私ももうちょっと先で喋りましょう、この会話はこのぐらいにしておきましょう、はい謎の愛それ首を動かして、また今度話しましょう、今日はあのすごい楽しかったですね、劇場公演2公演やって、もうえ本当に楽しかったですよ、今日の公演は昼はポニーテールにして踊ったんですけど、ストレートでポニーテールにしたんですけど、ストレートだとなんかさらにまとまりがあるというか、なびく感がすごいあるんですよ、だからそう、あのなびく感がすごい好きなんですよね、
そうなんですよね。だからねすごい楽しくって、だから夜もね同じ髪型にしました。ほぼちょっと変えようと思って、右にちょっとずらしてサイドポニーにしてみましたすごいね、それが楽しかったですね、踊ってて。うん、あと前髪が今までで一番緊張じゃなかった、あの前髪が一番揺れなかった気がします今日。うん、崩れづらかった、なんか落ち着いてたんです今日自分今日自分落ち着いてたんですって何この感じ、この口調。うん、まあ割とうん楽しく踊りました。僕隊楽しいね。ちょっとね僕隊担当のスタッフさんと話せたので、ちょっともしかしたら頑張ったらもしかしたら違うとこで出る可能性ももしかしたらあるかもしれないかも。やっとそう定着してきたからね今の場所が。だからなんかもうちょっとさらに向こうへブルスウルトラしちゃう可能性もあるんですけどできたらいいね。でもなメンバーが変わってくるから毎回いろんなメンバーと出れるんですよね全体だと。あとそうだゆりさんのプロデュースもありますもんね、それも楽しみです楽しみ。僕隊公演ね、そうだね、でも今月まだ出ると思いますので待っててください、発表まで出ると思いますんで。来週とかあったかな、まあ出ると思いますんでよろしくお願いします。待って、でもひーさんのコンサートもやばいんだった、やばやばいやばい、まじやばいやばいやばい、わあもう待って待って、プルスウルトラしてる場合じゃないかもしれない本当に。あーあでもねやばい方がねなんかこう盛り上がってくるんですよ、もう楽しんでいこうぜっていう感じになっていくんで、まあまあこんぐらいがいいんですよ。でもそうたまにそれになりすぎると、あ私はあの知恵熱というものを未だに出してしまうんですよ。それはなりたくないから今年の目標はあの元気でいることも一つなので、ちょっとこんな早々にくたばれない、くたばることはできないから、あのいい加減で、いい加減違う、ちょうどいい加減で、あの体調とのね相談をちゃんとできるようにならないとなって思うんですよね。うん、うん、でも元気ですよ今は。はい、そうです体調崩す体調崩さない、できんのかそんなこと、これまで何回もくたばったきたけど、やってみせましょうガサガサゴソゴソ、え私2箱取ってたんだ、うわ新年早々やっちゃいますか絶対に違うポーズ、今年も好きだよだって、ありがとう嬉しい、ありがとう今アニメのワンピースちゃんと見てるんですけど、ちゃんと見てるんですけどっていうか見てて、今見てるのはちょうど過去編のとこで最高に盛り上がっているとこなんですけど、どうしようかな、ちょっと一瞬失礼いたします、時間を止めます、
皆さん待っててください。失礼いたしました。止めましたけど大丈夫でしたので再開します。カードを開けていきたいんですけれどもですね、今日も劇場に行ったら届いておりました。ありがとう。なんかいっぱいクリスマスなのか誕生日なのかプレゼントありがとうございます。いっぱい届いてて楽しかったです。開封式してました。でもあのも重すぎて持って帰ってこれなくて、あの一つの紙袋がまだ残ってるけど持って帰れます。今日はそう一袋持って帰ってきて、序盤の方、そう序盤に開けたものばっかり持って帰ったからね、後半組はまだなんですよ。そんな何番目に自分が開けられたかなんてわからないと思うんですけれどもちょっとこっちがねまだ開けてないものが2個あって、で新しい新参者があるから、これは新参者は後になる可能性とかになりますね、この場合そうあのねジャンプショップでね、なんか広島のジャンプショップでこれを買って、このスリーブのなんかかっこいいスリーブ見つけてこれ買ったんですよ。このスリーブも使っていきたいなと思うんですけど、え待って開いてるんだけど、なんでやば待って、いや全部開いて出てきたんだけど、どうして、何があったの、なんでそこから開いてるの、何、え私がやっぱりあれかな、大阪名古屋と連れ回したから多分リュックの中で破れちゃったのかもしれないでもリュックの一番下にいたんだよね、確かに無理しちゃってたんだ、ごめんね。ちょっともう破れちゃったんでこれびっくりしてるんですけれども、とりあえずスリーブ破けてるんだけど、なんで、うん、うん、まあ開けていきます。何時だろう、 まだ11時になってないですか。聞き方多分ね体感52分、おすごくない？53分だって今。おすごい、体感すげえ、私の体感すごいすごくない体感信じられる、おすげえではどっちにしようかな、どちらにしようかな、天皇神様の言う通りこっちにしますこれ合ってんのかな、この後になんかいろいろ付け足されてるよね、これこの言ってるやつ、いろんなパターンがあるんだよね、なんかめ取れるよこれ、頑丈かって、頑丈すぎるだろって、あ開かない、これ一番やだね、このタイプのさシール。あのさ今日もねコンタクトつけてるんです、カラコンをつけてるんですけど、このカラコンをね、でも今日が一番早く入れられたんです、もう両目で2分くらい、すごい両目で2分くらい、もうすぐ入れられるじゃんってぐらい入れられるようになったんですよね、すごくない？そうなの、片目入れて片目どうしようってなってる時に、えどっちが早く入れられるか勝負しようよってあの小田さんに言われて、えいいよって言ってたら、なんかえいいよって言ってる間にもう片方入れてて、はみたいな、え
それ勝負する気あるっていう、勝負する気あるっていうか、それも勝ち確じゃんっていう会話があったわ今日。そうそう、それ勝負とか言わなくない、ずるいじゃんそれはって言って、もうじゃあ、あの人はもうノールックでいけるタイプの人、もうカラコン歴、カラコンじゃなくてコンタクト歴が長いらしくて、ずるい、そう結局その後私はこうやって一人でこうやって格闘して頑張って入れたんですけどね、そんなこともありました。では、本日開けていくものはですねこちらになります。強大な敵、開けていきます、よろしくお願いします。一番後ろがドンですね、ドンドンカード、じゃーん、うわー懐かしい懐かしい懐かしい、ほんほんほん、このカードたまに分かんないんだよな、これも分かんない、誰だろう、じゃん、ヴェルゴは分かる、でん、うわもうないわもうないわ、一発目これはやめてくれ、もうこっからは明るくいこう。まあ敵の時点であんまり良くない、私は麦わらの一味として物語を見ているので、ドン、そうなんだよね、敵の時点でな、よいしょ、このまず強大な敵っていうシリーズだからしょうがない。え、すぐ来た、カレーラカンパニー、いいですねいいですね、お、ジャブラ変ぞ、おー、ワンゼワンゼおもろい、じゃーん、おー、パオリー、パオリー縄のやつかっこいい、めっちゃかっこいいじゃん、いいね、パオリーいいですね、これソゲキング入ってんの、強大な敵にソゲキングいるんだ、あれ強大な敵なの、まあ敵扱いか、まあそうか、いって、はい、と、でーん、メイははモム、ほっさガープしごいてる時やんこれ絶対、じゃーん、え待って、強そうなカードきた、マムの、これ前も出したっけ、出したような、出してないような、マムのカードです、強い強いです、これ多分登場時自分のリーダーが特徴ビッグマム海賊団を持つ場合、自分のデッキの上から1枚までをライフの上に加える、ライフが増える、その後相手のライフの上から1枚までをトラッシュに置くすごいよ、私自分はプラス1して相手をマイナス1にできるっていう、ビッグマムすぎる、ビッグマムすぎるのやり方が、カードの効能が、ドン、はい、ジャブラさんもよくいらっしゃいますよね、うん、メリーさんもよくいらっしゃいますね、カルネ、うわカリファ、お、サンジ君、ビンスモクケ版の切ないサンジ、あサンジ君、まだまだ開けます、どうぞよろしくドン、ほい、おー、キウイとモズ、マム、現像さん、シャーリーさん、ゼフ、いいね、早くカードしたくなってきた、カードで遊びたいな、一人遊びってできるもんなんかな、自分で自分と戦うの、ドン、すごい頭使いそう、カードゲームってやっぱ誰かと遊ばないとできないもんなのかね、一人じゃできないのかな、できなくはないよね、うんうんうん、じゃーん、ガリファ
まあ、CP9 はない、まあ、なんだろうな、嫌いだけど CP9 のデッキとしては確かに組みたい気もする。ドン。あ、リーダーカードある。リーダーカード先に見たい。じゃん、アロンかーい。ケビー、おー、あー、ハルタさんいましたね、あなた。じゃーん、あ、ガスね、毒ガス、マジ毒ガス、いいね、楽しいよ。開けても変わらないね、変わらないね、この配信の感じ。どん、はいよ、じゃーん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 、じゃん、そしてじゃん。めっちゃ技が多かった。技が多い、3枚技ある。タップノット使いたいな。うん、あ、ドン、じゃーん、おー、はいはいはい、カンパニーよく出るな。バギーね。あ、ナミさんのリーダーカードだ。じゃーん、すごい、スムージーのいいカードっぽいカードです。私もデッキ30個ぐらいできそうなぐらい、余裕じゃない、30個分ぐらいできそうなぐらいある。ヘルメッポ、うん、でんでんでん、じゃーん。あ、どうも忘れてた。伊蔵さんが最後ってことか。失礼いたしました。なんかね、まあ敵ですからね、まあルフィは見たいっていう気持ちはありますけどね。どう、じゃーん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 、じゃん、銀。おお、え、1個のデッキって50枚ぐらいで構成されてるんだっけな。でしょ、50ぐらい。めっちゃ持ってるよカード、私。ドン。リーダー何人持ってんだろうね。確かそう、50ぐらいで1個のデッキなんだよね。そうなの。おお、じゃーん、おお。ビッグモム海賊団、でもカウンターにプラス2000はなんか使えそう。そういう意味で、自分の手札からトリガーを持つカード1枚まで捨てることができる。うーん、うんうんうん、なるほど。枚数合ってるかな、私もあんまり。あ、書いてある、そう、デッキ50でカード、同じカードは4枚までしか使えない。ガイモンとかめっちゃ持ってるから、ガイモンはいっぱいできる。ドン。分散して、バギー、ホッサー、ヒ、じゃーん。うわ、つらい、黄岩強いんだよ、絶対強いよ。このバトル中プラス3000だって。うわ、終盤で使うと熱いカードでしょう、きっと。あ、すごい、なんか始まってる。なんだっけ、ハゴイッタだっけ、やってた。タワーのやつ、ありがとう。ケンケン、あとマーク2024年もよろしくね。今年はなるみって呼びたい。頑張って、なるみって呼んでみて。なるでもいいよ、なるみがいいの。読んでね。ドン。じゃーん、
キウイモズソップ海賊団エニエスロビー白星コトクリでんカヤカヤのカード、うん、ドンはっアルフィダドンおいドンおいドンあピラフうわプリンちゃんプリンちゃんすごい顔怖いけど強そうプリンねプリンちゃんはね結局いいんですよなドンはい先ほどもお会いした組がかぶりが多いですねこの辺でもなんか技多くないこのカードお、ナミさんナミさんですまだアーロンの時のがアーロンの一味だからここに登場するんだね一応強大な敵シリーズなんで一瞬敵だったって意味でねなるほどドンじゃんポッパキーうんうんあ、角度じゃーんおー心のばあちゃんわーなんかいいカードそうちょうどいいカードそうはい持ってるこのシリーズ結構持ってるねあ、ドンお世話になりましたドンだうんはいおい、熊鳥めっちゃ多くないおにぎり？おにぎりじゃない。解体切りだった。予作所に。はいはい、中三。いやん、園庭。園庭。うわ。闇闇のあいつ。あなたここにいたんだっけガイモンってこのカードなんだこの強大な敵にいたっけちょっとあれ久しぶりじゃないなんであれなんで今になって出てきたよね私ガイモンめっちゃ出てたイメージでこのカードだと思ってなかったえ急にこのシリーズえもうさ中盤にかけてえなんで今日全然出てこないじゃんガイモンあそうなんだこのカードだったんだ急に反応が変わったあ、そうなんだあー、どっちあー三千世界いやそうですこれ技も多いよね思ったどうはほおいおいもう君たちはよく見たよく見たねんうんはいうおおマルコだやったマルコ大好きだよマルコマルコのこと大好き応援してるうでもすごい偉かった一番隊長としてさ親父のことを一番きっと一番あの境目を越えたかった人だと思うマルコがでもちゃんと親父の言うことを聞こうって言えたの偉いよ本当にそんなマルコすごい本当にドン本当にすごいあすごいほっこりする急に無理あなんだそう終盤になってくるも何マジで何マジ本当にどうしたえ来るならもっと早く来なようんじゃーんあークラッカーさんねクラッカーさん怖いよねもう怖いこのカードの顔特に怖いんだよね
もうねビッグマムさんらへんがねもうまた薄れてきてるから早く追いつきたいのよ。2週目としてはドン、うん、漫画本って読書に入るのかな。ひけんぶち、うわー黒のリーダーカードか、じゃん。おお、なんで最後なん。なんで最後なん。うん、残り2個です。はい、ドン。今日の引きはおもろいですね。おもろい。ガイモンに会いたいもん。もうガイモン来い、ガイモン来い。もうないな、最後にはいないから絶対。うわーロブルッチだ、見て顔。ダンディーすぎないか、ダンディーすぎる。でも強そうこのカード。7000だし、普通に7000は強いですよ多分。自分のトラッシュの CP を含む特徴を持つカード2枚を好きな順番でデッキの下に置くことができる。あ、でも速攻を得るんだ、速攻はあるんだ。やばい、カードのルールもちょっともうまたやらないともう抜けてっちゃうかも。これ立ち位置と一緒ですね。はい、いきまーす、ドン。はい、お、平和会講義、あなたもよく見るわ。じゃん、もう技、技続き、技続き。パティからの最後は、最後に、最後に出てきた。嬉しい、なん、嬉しい、ありがとうございます。あれ最後に出てきてくれたの嬉しい。かわいい、かわいすぎる、かわいいね。速攻だし強い、かわいい、めっちゃいい締めじゃん。すごい、今日めっちゃできてるね。このカードの出的にはすごい、最後に推しが出るっていう、この一番気持ちいいっすね。ありがとうございます。ひひひ、やば、ルフィな、でもルフィがかわいすぎて無理なんですけど、本当にやばい、かわいすぎて今もう苦しいです。かわいいって、かわいいってなってます。ずっとやばいですよね、やばいです、分かってます、知ってますよ、そんなこと。でもやばいんです、もうかわいすぎて、かわいいってなっちゃう。もう見ながらかわいいねって、かわいいってなっちゃう。大人になったなと思う瞬間かもしれない。今日の公演のお題こんな感じだったよね。ああ終わっちゃった、あと2つあるけどね。でも撮っとこう、楽しみは撮っとこうぜ。はい、ねえ、楽しかった、今日も楽しかったです。うん、なんかもう2週目で見てるとね、もうねルフィにしか目がいかなくなってきてるかも。まあ、ルフィが主役なんでずっと出てるっていうのもあるんですけど、もうルフィとして見てる、もうやばいよね、すごい、ちゃんとすごいよ。なんかもうみんな好きなんだよ、兄弟3人とも好きなんだけど、やっぱり一番に目にいっちゃう。うん、そうなの。ねえ、まあはい、楽しかったです今日も。ありがとうございます。カラオケするって、うん、しようかなと思ってたんだけど、ちゃんとタイプ C のイヤホンを握りしめて、一応片手にずっと持っててというか、まあもう近くに置いてカードを開けてて、まあどうかなっていう気持ちもあったんですけど、何歌っていいか分かんないんだよな、もうまだ時間あるもんね、この残りで。
今日2公演やったから喉は温まってると信じている。充電は、充電何パーだと思います？私の充電何パーだと思いますか？超くだらない質問ね。はい。何パーでしょう。充電してました、ちなみに。そう、それもあった。おー、外ればっかです。外ればっかです。はいはい、外れ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 。え、こんだけあると見逃してる可能性あるけど、外れてます。外れです、皆さん。外れです。あ、いた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 。正解は 88% でした。笑顔のは88でした。何歌おうかな。日暮らしが泣いてる場所、あなたにはわかりますか。でもあんま僕隊の歌ないんですよ、確か。竹内くんもないよ。竹内くん、東京の大学に行っちゃったら。行っちゃうの竹内くん、行っちゃうの東京の大学に。行っちゃうのか。何歌おうかね。そう、最近はでもそう、竹内さんが結構ね、ハマってきました。竹内さんにハマってきた。そう、そうなの。なんでだろう。なんか楽しくて、竹内先輩っていう、最後に言うのがすごい楽しくて、飛びながら竹内先輩、ちゃ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 、はいのとこがすごい好きです。あそこ一番最後のところ、竹内にハマってきている。あんなに竹内ってなんだよって言ってたんだけどね。そう、そこがいいんですよ、そこが。はい、アイドルなんかじゃなかったらってないのかな。そういえばなさそう。増えてないんだよね、アイドルなんかじゃなかったら。ない、なんかじゃなければ好きだと伝えられるのに、ないです。中吉。ででてて。三回戦。ワンツースリーフォー。ワンワンワン。ワンワンワン。ワンワンワン。わけなんて何もない。紹介された瞬間、稲妻に打たれたの。
想のタイプだとか、ここに惹かれたなんて思い出せないスピードで、目と目が合うと胸が高鳴る、心の奥で思わず叫んでた、ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた、ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた、ビンゴビンゴ、今日まで脇目振らず待っていてよかったわ、運命を味方にララミドゥ、起きた奇跡にスキップしたいくらい、神様に感謝する、 Thank you。 偶然はいつだって用意されたシナリオ、誰にも何も知らされずに、あなたのことを考えるたび息をするのも苦しくなってくる、きっときっとど真ん中に命中、きっときっと私のハートが盗まれた、きっときっとどこかで会えるような予感くらいしてたけど、あなたはサプライズ、 Oh my god。 ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた、ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた、ビンゴビンゴ、今日まで脇目振らず待っていてよかったわ、運命を味方にララミドゥ、ヒットヒットと真ん中に命中、ヒットヒット、私のハートが盗まれた、ヒットヒット、どこかで予感くらいしてたけど、あなたはサプライズ、 Oh my god、 Oh 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 oh。ビンゴ、ビンゴでした。ヒットヒットそう、今日もいっぱいやりました。ジョイサウンドのコラボ今日までだったの？え？そうだったんだ。第2弾いけなかったな。第1弾で飲みすぎたな。いっぱい飲んだな。うん。あの夏の防波堤あるじゃん。好き。これ歌えないけど歌ってみよう。歌えない絶対。
あの握手会でおにぎりしてる、あのずっと流れてた、流れてた時にしか聞いてない。絶対歌えない。聞いてた聞いてた。もう原付で走る遠くの Hey 岬は Hey 僕のこと覚えてるかな。君と二人でサンダル巻きで歩いた Hey 砂浜 Hey 足跡も残せずにクラスメイトの一人なんだと分かっていても声にさえ切ない。あの夏の防波堤イノシオサイが聞こえる。思いはいつも波のようにずっと打ち寄せる。君のこと好きすぎて僕はもう溺れそうで心の中に壁作って自制心の向こうに愛を感じてた。挑戦だね。でもすごい好きなところがいい歌だよね。夕日が沈む水平線は誰かと誰かの曖昧な関係みたいだね。海と空とがくっつきそうでぼんやりにじんだ Hey! 暗闇に金の波。友達でなきゃいけないのかな。君の隣で聞きたいこと飲み込む星空の手を果て、もっとゆっくりと歩こう。ロマンティックな風に吹かれ、言葉の内側これ以上 Hey 無理なんだ。 Hey 一線は越えられない。どんなに星が綺麗だって触れられないくらい君が遠かった。でもいい曲ね、ほんと。ヘイはできてるよね。そう、しかもヘイは自信がすごいあるんだよね。この後何マジ？この後全然わかんないけど、どんな感じよ。え？東京の暮らしには慣れたかい。言い出せぬまま終わった、あの初恋。あの夏の防波堤、今も潮騒が聞こえる。思いはいつも波のようにずっと打ち寄せる。君のこと Hey 好きすぎて僕はもう溺れそうで心の中に壁作って自制心の向こうに愛を感じてた。しゃ、どうだ。まあ。へん。こんなもんよ。これはね、だから本当に握手会場で聞いた結果このぐらいだよっていう、ずっと、ま、あのずっと流れてるのは聞いてたよって、その人が歌ったらこんな感じだよっていうことです。まあまあね、覚えてたでしょ若干。トゥトゥトゥザダンス、トゥトゥトゥザなんとか、シャー、これもわかる。ちょっとだけ、ここだけね。シャードゥーザダンスないの。ドゥドゥドゥザダンス、ドゥドゥドゥザダンス。シャー
大好き、若い曲めっちゃ頭に残る Do the dance に関しては。 Do the dance やばい、この音やばい、この音めっちゃ癖になるんだけど、うん、研究生に いつか踊りたいっていつも言ってる。いつか入れ一緒に踊ってって入れてってみんなのなんか3列目のなんかの内側らへんでも、もう内側の方でみんなに囲まれて踊りたい。うん、いつかドゥザダンスを踊ります。ドゥザダンスはなかった、ない、ドゥのところにない、トゥービートゥービーしかなかった多分。今日が終わる頃どんな一日か、夕日の夕日を背中に思う、ずっとこのやりたかったことを全てで、このテンポなのに結構リズムって感じ。この歌楽しいよね、やっぱなかったです。はい、探したんですけどね。うん、なんか楽しい曲歌いたいね。今楽しかったよね、初めての試み。最近の楽曲って意味ではないもんね、もうあと、うん、ない。うん、明るい楽曲、最近やってない曲、なんだろう。失恋ありがとうとか歌ってみたいけどね、2番絶対わからないんだよね。一緒かな。でれれれでれれれ、もっとテンション上げていきたいな。でも明るい曲ね。あー、あれあるじゃん、あれ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 、ごめんねごめんね、てれてててててててみたいな音の、ドゥイドゥイ、ごめんね君を好きになっちゃって、ドゥイドゥイドゥイ、迷惑よ、彼がいるからのあなたと付き合えないって、そんな誰かがもしも君にいなくたって、僕にとってはそう諦めがつくってことさ。今考えてみれば成功率が低すぎる、学校で人気者の君と僕じゃアンバランス、ごめんね君を好きになっちゃって、ドゥイドゥイドゥイ、恥ずかしくなるよベイビーベイビー、身の程知らずな、ドゥイドゥイドゥイ、夢を見た、でも楽しかったベイビーベイビー、
ったから、友達よりもそうさりげなく距離を置いた。でも君はいつだって優しくしてくれたよね。微笑みに傷つくなんて僕が思い込んだせいさ。今でも僕の愛は変わらない。 Do it, do it, do it。 あの日からずっと Baby, Baby。ちょびっとだけしか振り覚えてないんだよな。君を好きになっちゃって、ドゥイ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 、全然覚えてなかった。こういうシェイクシェイクみたいなのが多かったイメージ。そう、20118、そう、2018年の曲だからなんか2018が入ってんだよね。それは覚えてる。それしか覚えてない。めっちゃむずいからこの曲、ちなみに難易度が高い。楽しい歌歌いたいな。すごい今楽しいから。楽しい歌ない？なんかおすすめある？サタデーナイト日々のあれこれ思い切って後回して踊りたい。誰も彼もが日本の主役だ。サタデーナイト恋は歌方、戻せなら振り回して止まらない。本来の心が叫んでる。Do it, d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 ance! うーたかた、うーたかた。でもあの本当に歌方とか言ってる場合じゃなかったんだよ、あの時のテンション。もう一回いつかやろうね。もう一回いつかやらせてね。そう。全力反抗期もないんじゃない？大好きだよ、私も。常識なんか振りかざしてもうちらには何も通じないよ。全力反抗期作業やんけ。めちゃめちゃ下がっちゃった。多分ないけどね。ない。ないです。ないです。せない。いい歌見た。
で。作業の中に。何がきっかけだけ覚えてない。僕たちが喧嘩したわけ。二人意地張りで謝らずに口きかなかった。春に別れて夏が過ぎ、もう秋が限界だね。耐えられず電話をして、僕の前に君がいる。ずっとずっとそばにいたいよ。君のいない世界は無意味。ずっとずっとそばにいたいよ。僕はやっと気づいたんだ、愛に。僕のこの人生編集しよう。会えなかったこの7ヶ月、君も同じ気持ちで待ってたならもったいなかった。春に悔やんで夏に泣き、そう秋に決心したんだ。もしこれでダメだったらもう恋なんてしないこと。きっときっと君だけなんだ。僕が愛せる女性は一人。きっときっと君だけなんだ。僕の未来必要な人だから。ずっとずっとそばにいたいよ。君のいない世界は無意味。ずっとずっとそばにいたいよ。僕はやっと気づいたんだ、愛に。ずっとずっとでした。2番はやっぱりずっとあの感じ。成長してないな、本当に。前もこんな感じだった。休みの間会えずにいたら、君のことが気になって聞かんだ。ただの友達と思っていたのに、今すぐにでも君に君に会いたい。 Maybe好きなの
か大人の横顔どんな休みを過ごしていたの話し方がぎこちなくなりそうで気づかれないくらい髪を切ったんだね僕は遠くで上がってるかイエ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 イイエイ何しよっかなうん。何にしよう。何がいい？みんなノリノリだね。え、待って、もう時間ないのかな、そんなに。え、待って、時間ないじゃん。何がいいとか言ってる場合じゃないんだよ。もう時間がないんだ。どうしよう。困った。あードゥーザダンス歌いたすぎて、ま、もう一回さ立ち捨てとのとこ行ったんだけどドゥーザダンスないんだよな、ドゥーザダンス。うん。あ、テンション上げて終わろう。こつけないで声を出せリズムに乗らなきゃ始まらないこの最低最下のグリ捨てて
騒いで燃え上がって祭りが終わるまで、ウォーウォーウォー、たった一度の人生、踊れ、テンショ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 ン、テンションマックス、ヒートアッパ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 、ヒートアップしてゆこう、間違い英語関係ねえ、ワン緊張を上げ上げで、テンショ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 ン、テンションマックス、グーチョ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 、グーチョって大丈夫、体が揺れてくるだろう、ミサイルが飛んで世界が終わっても、最後の一瞬もハッピーエンド、 Oh yeah Oh yeah。 ワーカホリックは流行らない、スイッチ切らなきゃ壊れちゃうよ、真面目にやってもストレス溜まるだけ、遊んでただはしゃいで、明日はずる休み、ウォーウォーウォー、もっと楽しみましょう、踊れ、テンショ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 ン、テンション振り切れ、弾けけけけ、弾けの自分自身、老若男女一つになりゃ、争いごとなんか起きない、テンショ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 ン、テンション振り切れ、ビーズツツツツ、ビーズ逃げるが勝ち、気持ちが軽くなるだろう、ずっと座ってるどこかの偉い人、あんたも一緒に付き合えよ、先がわからない時代だって近目つらして語ってるけど、未来が見えたら預言者、願いでもの言う偽善者、どんくらい夜なんて嫌い、理屈叩く痛悩み暗闇だから、なんかもやそう、パッと夢でも愛でも炎にしてさ、何にもいらない全部断捨離、踊れ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 、テンショ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 ン、テンションマックス、ヒートアップ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 、ヒートアップしてゆこう、間違い英語関係ねえ、ワン緊張も上げ上げで、テンショ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 ン、テンションマックス、グーチョ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 、グーチョって大丈夫、体が揺れてくるだろう、ミサイルが飛んで世界が終わっても、最後の一瞬もハッピーエンド、終わりました。あと3時間ぐらい歌ってたい。無理、なんで12時なの、3時までいいじゃん、なんですけどダメなんで、悲しい悲しい悲しいんですが、これで終わるんです。じゃあランキング見ますね、切り替えていこう、みんな明日から働いていこう、一旦解散だ。13位 U アットマーク、なるちゃんの影響でワンピース見始めた、嬉しい、いっぱい見てね、追いついて。12位野良猫アットマーク、なるみが大好き、ありがとう。11位 TK トンからアットマーク、タイ5分か。10位香港の春馬アットマーク、4代目様、明けおめ明けおめ、ありがとう。9位鈴の音さん、8位 M 高さん、7位笑顔になるなる山ぴょん、まとまく今日は配信で2公演を堪能、ありがとう。6位こうこうさん、5位大輔さん、4位はじめ、あとまく連休終わるし、そろそろ新技どういうこと、行くかな。3位サイバー、あとまく今年は滑りません、本年もよろしなんて、滑ってます。2位地道な足部屋、アトマーク、なるちゃん次期総監督、全力で応援します、ありがとう、心強い。1位ケンケン、アトマーク、なるみなるみ好きなのかもしれない。ありがとう。ってことで、もう何分ですか、あと2分ぐらいで終わると思うんですけども、
2分もないか、1分2分ぐらいなんですけど、今日もありがとうございました。ギリ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 できた配信。あ、まだ時間ある、4分ある。あ、よかった。じゃあもうちょっと余韻に浸れるよ。でもみんな、もう日付が変わったらもうあれだ、連休は終わりだ。切り替えていこう。切り替え、切り替え大事だから。私も切り替えるからね。終わったらもう帽子取って、もうメイクもさっと落として、もう風呂に入ってもすぐ 寝ちゃうからね。切り替えるから私も。切り替えていこう。ってことで、あっという間だったんですけど、あっという間すぎて無理です。本当私もあと3時間は歌えるんですけど、どうしようかなって。もう歌える環境がなくなってしまうということで、もう切り替えるしかないんです、これはもう。はい、私に残された時間はもう残り3分ぐらい。そう、残り3分もうこうやって喋り続けて終わりましょう。はい、もうこれで終わりなんで私も。はい、無理です。本当に頑張って切り替えていくんだ。みんな少しタイムお願いします。はい、いいよ。みんなが1秒でも連休の思い出になるのなら、これがこれが連休の最後に思い出になるのであれば、いくらでもどうぞ撮ってください。スクショタイム、スクショタイム。たこ焼き、大阪のたこ焼き、もみじまんじゅう、うなぎパイはい、どうでしょうか、取れましたか。ありがとうございます。ちゃんと取ったかな、ありがとうございます。早く公園にも出たいし、あと3時間歌いたいんですけど、もう時間がない無理すぎる。今からなのに、私の時間。今から動物の森をして、編集して寝ようと思います。明日は10時前に起きないとな、9時半ぐらいに起きれるかな、計算でいきたいと思います。はいね、みんなもありがとうございました。 3DS のそう動物の森に今ハマってる。どうしよう、えあ、夜更かしにはね、夜更かしはこれ夜更かし、ま、もう夜更かしなの、これは。夜更かしの基準について次は語りましょう。やばい、もう終わっちゃう。みんなありがとうみんなありがとう。またしやりましょうね、配信やりましょう。また来てくださいね、配信にね。はい、じゃあ切り替えましょうね。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ、バイバーイバイバーイ